試しにやってみる、ギンギラギンガ。いきます、再生。すごい、すごい、これ、え、ギンギラギンガだ。やばいやばい、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。何の曲だよ。もう住民消えたな。なんかいたよね、レッサーパンダじゃなくて怠け者みたいなやつ。もう消えちゃった、とうとう僕の島から。あー、また第1番に出てくるのはやっぱパタヤなんだよ。お前出しゃばりだな。ここぞという時に大体来るのがパ、いつもお前なんだよ。まただね、あんたとは気が合うのかな、どうだい。もうこう飽きたね。この話も。パタヤ流ガーデニングコツ教えてやろうか。それはねえ、何ガーデニングコツって。気合と直感で好きな花を植えまくる以上。え、全然参考にならないって、どうだい。うぜえ、アンテナ何言ってんのか分かんねえわ。大地、お前ガーデニングどうないとかって言ってるけどさ、お前植えたの僕だからな。これ植えてなんかちょっと良くなったけど、低木のやつ自分でやってねえじゃん。てかめっちゃいい感じになってるでしょ。これ朝顔なんよ。朝顔5月じゃないと植えられない、咲かないらしいから、これぶっちゃけいらなくない。もらおう。こいつの家にはもったいない、このアジサイは。なんでこいつの家だけめっちゃ立派なの。ポケットもね、結構ね、増えたよ。ちゃんと入れられるようになって、ほら、4つまで大丈夫になったから。ほら、かわいい。え、なんでお前の家だけめっちゃオシャレなの。ちょっと、ないな、それは。許さんぞ。めっちゃかわいいじゃん、これ。お前自分でガーデニングとか言うのよ。あ、で、あとこれさ、ウェルカムってやったよ、ウェルカム。気軽においでって言って。看板ね、ウェルカム看板。シャレオツでしょ、シャレオツ。補正薬中。いろいろね、村人の新しい村人とかを取り入れてるよ。マスカラね、マラカスだっけ、マスカラスだっけ。いるじゃん、あいつ。あいつさ、住居しなきゃいけないことになったんよ。俺入れてくれみたいな、うるせえから。だから、あいつは、ここに、やった。ここんちゃんのカラス。俺、どうしても入りてんだ、この島に。とか言って、おにぎりだよ、とか。わあ、すげえ、プロレス会場じゃん。観客めっちゃ見て、これ寝れねえだろ。お前、どこで寝てんだよ、普段。ちょ、何やってんの君、勝手に。島の人たちとかさ、遠く、君の家、退けたけど、お前、隣だったら、ね、被害来るよ、これ。そう、って言って。ようこそ、コロン君、会いに来てくれたのかい。かあ、お前、まんまじゃねえかよ。カラス、まんま、何してんのって。サンド傘を作っているんだ。こないだ夜空見たとき、僕の頭の中からビジョンが降りてきたのさ。特別にレクチャーしようか、マスカラス流サンド傘の作り方。僕の島の住民たち全員個性強すぎない？だからこの家あれなんだ、ちょ、鉄筋みたいな感じなんだね。よかった、遠ざけて。僕さ、あれなんよ、家の改築工事がまだ終わってないから、それやんないといけないんだよな。トカゲ系ライブ計画プロジェクト系も最後の詰めの段階まで来てるんだな。もう評判上げて最高の評判を得られれば、その時こそ僕はトタケケさんにライブのオファーをするんだもん。全部君のためだよね。僕は別にトタケケいらないんだけど。静江、評判ちょっと聞くわ。島の今どういう状況なの。何か相談事ありましたら気軽におっしゃってくださいね。島の評判、文句言ってるやつが、はあ、なんで一つなんだよ。おい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 、ちょっと待ってくれ。僕が何をやったって言うんだ。わらわら、今後の成長に期待される状況です。具体的に寄せられたご感想の例を読み上げてます。え、何来てるんだけど。何、クレーム？ショック受けるからやめて、傷つけ。目立たないところが素晴らしいです。このまま私と共に忘れがちな存在でありますよ。いやいや、いいんじゃないの？それは評判。なんで星1なの？あ、目立たなすぎて、逆におめえいいよ、みたいな。笑われてんのか、僕。ふざけんなよ。いろいろなんか集めないといけないのね。あ、島メロ買いたいんだけど。つきまして、新しいメロディ作曲提供を受け付けております。適当に素晴らしいメロディを、お願いしますって。あ、ちなみにこれは？最初のは？おー、いいよ。なんならこれでいいじゃん。何か問題あんの？島メロディー。てってって。あー、いいね。じゃあ何にする？大予言？いや、わかんないでしょ。僕、音階わかん、絶対音感とかじゃないからさ。あー、来た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 。あー、いいね。ギンギラギンガ。はい、ギンギラギンガいきます。大変だな。これでほんとなんの？あ、これ出てきたらしいよ。はい。試しにやってみる、ギンギラギンガ。いきます、再生。すごい、すごい、これ、え、ギンギラギンガだ。ギンギラギンギラ輝き出したのところだよね。え、すごい、もう一回弾いていい？あ、すごいじゃん。え、これでよくないか。これでいいだろう。ギンギラギンガ一回ちょっと出来上がり、あ、すごい。ちょっと歌ってみます。
あ、すごい自然歌ってる。まあ素敵なメロディーですね。これだし、マジで大ヒット間違いなしですよ。しずえ分かってるじゃねえかよお前。そうで、大ヒットするよこの曲は。今日から新しい島メロとして使わせていただきます。違うのもやりたいんだけど。やばい、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。一応こう聞いてみるか。何の曲だよ。全然違うじゃん。あ、もう大予言もう作ったって。え、本当にこれも合ってんの？だんだん信用しないよ僕。あ、すごいすごい、ちゃんと なってる。おい、これ行く？やってみる？いや、ほんとにまさかそんなんですぐできるわけ。投稿してから30分でそんななるわけ。あ、すごいわ。あ、でもなってる。関係ない関係ないのところでしょ。まあ分かる、雰囲気は分かるわ、雰囲気は。すごい、なってる。お、すごいね、これ大予言だわ。敗北ヒーロー来ました、敗北ヒーロー。あ、これはちゃんとしてそう。はい、行きたいと思います。できました。はい、行きます。最初の部分だ。あ、すごい。お、合ってる、すげえ合ってるよ。あ、すごい、敗北ヒーローだ。完成度高いですね。これやってたら、すごい。めっちゃポップな敗北ヒーローになってる。トゥルッテルッテッテ、なんか電子レンジのチンとかにありそう。追い炊きが完成いたしましたみたいな。お風呂の温度が、ちょうどよくなりました。自然もしかして音痴か。なんか低いな、ワンオクターブちょっと出ないのかな、やっぱり声質的に。シスへの俺なんし、マジで大ヒット間違いなしですよ。お前全部大ヒットになるじゃねえかよ。ちょっとこれはやめてくださいよとかないんだ。感想またなんか来た。私だけが、密かに注目している存在、急に有名になられると寂しいですよね。だからみんなには内緒です。お前あれやないかよ、完全に。私は昔から好きで、ね、応援してるのに、なんか大きくなっちゃって有名になるとすごく嫌なんだよな。あいつはもう変わっちゃったよねってかって言ってる。お前よくわからんやつやんけ。ふざけやがって、そんな住民がいんのか。彼ら言え、お前匿名じゃなくていいだろお前それは。なあ、俺絶対俺で追い出すよ島から。こそんなやつ、お前一番嫌いなやつだろこれ。いや、パタヤじゃないでしょ、パタヤ適当だろ。もっと嬉しいね、どうだいって言うよ。いや、スミちゃん系怪しいね。スミ怪しいよ絶対。大きくなっちゃった私だけのコロン君なのにとか言って、スミ一気に嫌いになりそう。近い方がいい気がするんだよ。あ、なんかスミちゃん悩んでる。なんだ、どうした。じゃあ見えない。じゃあ YouTube 用として、どんな顔見して、お顔見してくれるの分かんないから。あー、考えてるスミちゃん。お前さっき言ってたのお前だろ絶対。大きくなって変わっちゃったねとか言ってたやつなあ、もう知ってんだぞ。実はコロさんにプレゼントがあるんですって。え、何？どうぞ受け取ってください。ああ、なんだこれ、もらったわ。本です。かわいいよ。それに悩んでたのこいつ。え、引っ越ししちゃう合図なのこれって。いやいや、そんなことないっしょ。今のんきあったよ。え、スミちゃん引っ越ししちゃう。その服素敵だと思ったらコロさんがデザインしたんですか。これ何回も聞いたことあるんだけど。あ、引っ越す時もあるかもしれないみたいなことね。大丈夫、よかった。あ、見上げてる。ちょっと一息と思って座ってみたんだ。こうしてのんびり空を見上げると小さい悩みなんか吹き飛んじゃうよって。あー、どうした、スミちゃんどうした。スミちゃんそこで魚釣りじゃダメだ。ここもびっくりすぎてあんまなんか言えなくなっちゃったよ。すごい出たがるやん急に僕の放送に。ちょっとこいつ闇が深い。やっぱ相談したら絶対こいつだ。めっちゃ目立とうとしてる。座ったし嫉妬してるパタヤに。何、どうしたしたのスミちゃん。そんななんか二人女同士の争いやめて。急に何座ったの、コロさんお散歩ですかしょ。じゃあお前は何なんだよ。なんかあたかも私ここにもともといました。おめえもかよ。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。
この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方はパソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。